1994年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の会員にあたる、連邦議会の議員を選出するため1994年10月に行われた選挙である。セディ、シエスは294議席と、対象した前回選挙より25議席を減らしたが、ライバルのスピードに42議席差をつけて第一党を維持した。一方 FDP は十七議席と、 同盟90、緑の党に抜かれて、第4勢力に交代した。しかし、連立与党全体としては341議席と、かろうじて過半数を守り、コール首相は、5期続けて、首相の座につくこととなった。PDS は、第2得票では4.1%と、議席配分資格の得票率5%を、下回ったが、選挙区において4議席を獲得したことで、 議席配分の資格を得て30議席を獲得した。ウアールツーム13、ドイチェン・バンギスタグ AM16、オクトバー1994から引用、超過議席は、セディ、CS が12議席、SDP が4議席の、K16 議席セディと CS は、姉妹政党で、連邦議会では、統一会派を組んでいる。CS は、バイエルン州のみで活動する、地域政党で、 同州以外では、候補者及び政党リストは提出しないので、セティと競合することはない。ありがとうございます。